どうも、ででごござざいいまます。す。さあ、今日のテーマはこちらでございます吉本興業がウー、UM、と4月の後半に資本業務提携を結んだということでございますけどもさんさん、UM、というのはあー YouTube を媒体にしてですね、えー、まあ豊富なノウハウを持ってあってそこで、まあ、運営してはる会社ですけどもうんそこがですね、まあ、いろいろサポートしますという吉本興業にね。 で一方吉本興業の方はマスメディアのキャスティングとかそういうところサポートしますっていうことでお互いがお互いのいいところですねうん資本提携を結んだということでございますけどもこれちゃんと契約はやってはるんですよねあと闇ではないですよね <laughs> さあこれについてもネガティブな意見とポジティブな意見この2つもあるわけですよね ネガティブなのは既存のまあ YouTube のファンの方々は嫌がるんじゃないかとかねポジティブな意見としてはいやあの地上波で YouTube の方が見れるとかあとテレビ出たある人が YouTube で見れるんだとかねまあいろいろ様々あるんですけど僕はちょっとここで言いたいのは YouTube とテレビのまず違いこの基本的な構造の違いをですねちょっと言わせてくださいね テレビ中の何かというとお、そもそもですね、お金がまずはスポンサーありきです。あって、そこからまあ広告であり店が入っていって、まあ、お金もらって、そこから引いて、ですねテレビ局に入って、テレビ局なんか引いて、で制作会社に渡って、そこで番組作ってとかね。で、作るときに事務所に行ってで、タレントが出ていくという、こういう、どっちかというと、縦関係です。どこ偉いかというと、まあ、スポンサーですよね。うん、縦関係ですからね。 ただこの YouTube の場合は違います。YouTube の場合は何かというと、スポンサーがまずありきではないです。まずどんなんやるっていうのがありきです。で、いつでもできます。誰でもできます。あ作りましたと。うん、それを別に YouTube だけでもないです。他のところでもええなってことで出せますよ。で、まあそれで視聴者が何人見たかってことです。どっちらかというと劇場でお客さんを集めるに近いですよね。 ただ一人一人お金を払うんじゃなくて、それは数によって払われたり。まあ今ちょっと複雑になってまして、スポンサーがついたやの、あとそれから商品があったやのっていうのもあるんですけども、どちうと横関係ですよね。うん。タレントと、あと、まあやるスタッフと、まあ YouTube と別に横関係やけどもテレビは縦関係です。さあさあこの大きな違いがありましてね。うん。ここはでかいですよ。なぜでかいこと言うと、やってるタレントにとっては、 テレビの場合、やっぱりね、上のやっぱり忖度せんダメなんです。なんかスポンサー怒ってきそうやなっていうことは言えなかったりするんですけど、YouTube の場合は違います。誰に忖度できるかっていうと、皆さんなんです。皆さんが喜ぶようなことを言えるんです。ただ問題なのは、喜ばそうとしすぎて、めちゃくちゃしすぎるっていうね。<laughs> 喜ばそうとしすぎて怒らすっていうこと。僕もそういう体験何回かありました。まあ、法律を犯してないっていうだけなんですけども。<laughs> 気持ち的に怒らすことは多々ありますけどもでねいろいろ見てくるとね面白いもんでね YouTuber っていうこのまず言い方自体も僕は新しいなと思うんですねなぜかというとですよだって YouTuber これありきでしょありきの名前じゃないですか例えば中国行くと YouTuber は存在しないっていう形ですから違うよく似たね「洋空」とかね「ビリビリ動画」とかいろいろあるんですけども ビリビリ動画でもないわけでしょ YouTuber って言ってるこの新しいこの名前ですよここもすごいなと思うんですねででですよさあ YouTuber と吉本の芸人のこの違いですねこれ何かというと YouTuber の方はそ先ほど言ったように横関係ですからうんと誰にも忖度しなくていいですあと 権利も自自分分が持ってるわけです自分でるわわけけででです取すからね吉本の芸人の場合はやっぱタレントなり芸人なんで著作権とかそういうのは持ってないですよ。この大きな違いがガツンとありますろいろねうーん動画とかとさかいろんな方の意見聞いてるとどうも YouTuber の方はねなんかヒエラルキーみたいなのがあるみたいでねうん芸人が昔ちょっと下に見てたとかねすごいこれはね 昔その昔映画しかなかった頃はテレビが出てきた頃はテレビタレント馬鹿にされたんですあ。一億総白地時代なんて言ってねもうえっ、え、大差別用語をもう言われるようなこと言われたんですね。それがどん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 やっぱりこう資本が上がってきたことによってテレビタレントの地位も上がってきたみたいなところでねだこれはまあ新しいもん出てきたまあ叩かれるみたいなのは仕方はないんですけども。 うん、あともう一つはね YouTuber の方がね「素人や」とか言われるとか言うんですけどさあここなんですけど僕の思うですよ素人というのは素人とプロの違いっていうのは何かというとプロは言い切った時点でプロです私プロですっていう言い切って周りが認めてくれないこれはちょっと置いといてくださいよ自他共にプロ言われることもプロなんですけどでも僕が思ってるプロっていうのは自分で言い切ったことなんで、うん、周りがプロやったら「いや私素人です」言う人は 素人やったりしてね周り <laughs>、まあ、を認めてね言うと僕はプロですって言った時点でプロなんで僕は YouTuber 名前ができた時から全然下に見てないですよ僕はそこは上にも見てないしね同じです僕たちとその職業に規制なしなんで僕は頑張ってプロでなんならもうどん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 もっと地位を上げてほしいななんて思った時にグーンと上がってきたからうわーすごいなーなんて。 思ってるんですねでその YouTuber からこぼれてまた今違うこと何かやろうと思ってる人がいるとするならすごいななんて思って頑張ってほしいななんて思うんですけどね。さあこの大きな違いあと昔ののの吉吉本本と今の吉本の違いもありますあのね昔の吉本今の吉本の違いはね昔はね劇場しかなかった頃はまあ劇場だけでお客さんの軌道線で 芸人は食べたり社員は食べたんですけどそうじゃなくてテレビが入ってきましたから劇場でタレント面白くしてそれでテレビに出すとかねでテレビで売れたのを劇場に出すとかって言って今こう感じになったの吉本興業をやったんですけどもそこから多角経営をしてまあ,あコンテンツビジネスやったり何やりねあとそれからお金を貸したりとかね <laughs> いろいろありますけど今もっと総合レジャー化してるんですね。 うん、それこそコンテンツビジネスもやれば音楽もやるわね芸人だけではないんです、うん、他のこともまあ言った先ほど言ったようにもう先にコンテンツ作りましょうとコンテンツ作っといてそれでどこで売るか考えましょうみたいなのもやってるしあとそれから海外事業部なんかもやってるのでうー昔と今と全然違うのは単にタレント事務所だけではないんです今コンテンツビジネスもやってるので非常に 総合エンンターテイメント会社まあこれ変違う意味で言うと何やってるゃよう分からんっていうね <laughs> やりすぎちゃうかみたいなマイナスもあるんですけどまあそういう風に違っているってことですね。この今吉本興業がいろんなところをこう提携してるんですけども。 僕はですね最終的に僕は吉本興業ともういろんなねとこ提携してもらいたいですだって面白くなるわけでしょいろんなところが楽しくなっていくわけでしょもうそりゃトヨタさんからどっからねもうどんどん提携しておもろい車とかねこんなこともあってもいいですしあとやっぱ最終的にやってほしいのは国ですよねちょっと今国ともちょっといろいろ密接な関係も持ちながらねこう否定してある方もいますけどもまあちょっとそこはええ割は置いといて僕がやってもらいたいのは 防衛省です外務省なんかちょっとね健康バックの中出てちょっとやったりしてましたけど僕は防衛省やってほしいですね自衛隊吉本興業とコラボ機関銃持つわけないですよ違うんです尖閣諸島なんか行った時にね中国軍がバッとして攻めてきたとしたらそこで銃を持つんじゃなくてギャグやりに行くってことですその向こうの兵士がちょっとプッと笑うと<笑>なんならおもろなるやないか楽しなるやないかっていう平和にもつながるんじゃないかなと 吉本工業と提携もするのは、防衛省。早く <laughs> 提携結んでいただきたいな、と。そんなことを思ってますけども、まあ、吉本工業が YouTube のうーんさんと業務提携したというのは、ありがたいことですね。さあ、この僕は別に何も変わってないという。<laughs> こんな登録者数も少ないし、コメントも少ないような男が。 こういうコメントをさせていただいたということで、えユーチューバーの方は自分でコンテンツを持つから、いろんなところでやってるそのノウハウですね。それを選ぶのか、頭たまた吉本興業の従来の縦関係の権利は持ちませんと、言われた通りやりまっていう素材になるのか、この違いもこっからどうなっていくのかなと。また YouTube 自体がテレビみたいな資本があってからやるのもコンテンツもできてくるんじゃないかなっていうね。そういうこともちょっといろいろ期待しながらですね。 いろいろ思っております。というわけでございまして、今回こういうお話でございました。あ、こう見てある方、もしよかったらこうチャンネル登録、お願いいたします。